いうことで、炭ラーメンを食べに来ました。メニューを見ると、麺類がメインで、居酒屋的なお品はないようです。夜は、別の、メニューがあるのでしょうか。でも、喉を潤すことはできそうです。個人的な感想としては、麺は、炭の味もあまり感じられないし、やや固めで食感もよく味もいいです。スープは、美味しいのですがもう少し脂っ気が欲しいかな。餃子は、4個ですが、大きく、食べ応えあり。具は、肉まんに近いかな。おすすめです。ごちそうさまでした。家族で、シェアしたのですが、個人的には、炭ソース焼きそばが一番美味しかったです。お店が少ない村ですが、和菓子、豆腐、味噌とか美味しいお店があるようです。次に行くときはぜひ、堪能したいですね。